はい、どうもめちゃんです。本日私名古屋駅の方に、ね、やってきておりまして、明日7月1日、ヤードオートグラフコレクションが、ね、開業ということで、今日はですね、全泊でヒット名古屋さんの方に、ね、お邪魔させていただきます。雨がね、またちょっと降り始めたので、これからね、ヒット名古屋さんの方に向かっていきたいと思います。はい、とりあえずね、チェックイン手続きが完了いたしました。当日ですね、プレミアムエクゼクティブルームまでもう1個ね、開けていただくことができました。もうお部屋ね、ちょっと移動しなければいけないんですけど、まあ先にね、もうね、まあ19時回ってますので、ラウンジの方に向かっていきたいなと思います。はい、じゃあみんなバイバイして、はい、はい、ということですね、まず26階のエクゼクティブラウンジの方にね、向かっていきたいと思います。前回ね、来た時はお食事のみだったんですけどね、はい、楽しみです。はい、お部屋もね、こちらの26階のお部屋となってます。こちらがね、エクゼクティブラウンジです。はい、とりあえずですね、こんな感じで持ってきました。まあ、リクもね、ポテトがあったんで、ポテトで、ね、いただいていきましょう。おいしい。はい、とりあえずね、いただいていきます。まあ、ギリギリね、間に合いました。意外とね、遅いですね。20時まで、ビニングカクテルやってるみたいな。今日はちょうどね、お部屋も26階なので、これちょっといただいたら、お部屋の方でね、ショールームに行きたいと思います。はい、ごちそうさまでした。とりあえずね、お部屋の方にこれから向かっていきたいと思います。本日はね、2615というお部屋にですね、朝にいただいております。おー、角部屋ですね。本日はこちらのね、2615室となっております。じゃあね、早速入っていきましょう。こんな感じだね。暗、はい、じゃん。おお、いい感じですね。電車がある？はい、失礼します。はい、という感じで、いやー、いい感じですね。はい。はい、それではね、玄関の方から見ていきましょう。本日はですね、こちら、2615ですね。お隣がスイートでしょうね。コネクティングできるのかな？なんかできなそうな感じですけど、こちらの2619の奥の隣、2615室となってます。2619のエグゼクティブデラックススイートは、エグゼクティブラウンジとほぼ同じぐらいの広さあるんですね。はい、すごいです。で、玄関ね、こんな感じで、はい、ウォールナットみたいなね、感じの木目調です。で、入ってね、左手に、こちら、スイッチ類があって、はい、こんな感じでございますね。で、右隣が、水回りという感じになってますが、まずね、入って左手、まあ、こんな感じで収納スペースがございます。で、荷物ね、置いていただく台も結構ね、ワイドで置いていただくことできますね。足元には、スナイギとして、浴衣がこのようにね、置いてございます。こちらね、空ですね。はい、という感じです。で、右手のね、水回りにつきましては、このようにね、間仕切っていただくことが、可能となっております。はい。で、こちらですね。クラブツリー&イブリンと、こちらもね、ボディローションとかハンドウォッシュはね、もうやっぱり備え付けに変わってってますね。はい。で、ゴミ箱とタオル類。そして、ドライヤーがございます。はい。ドライヤーは何でしょう？ちょっとね、開けていきましょう。
はい、ドライヤーにつきましてはイオニティでございますね。パナソニックのイオニティでございます。ちょっとねカラフル、おしゃれな感じですね。はい、そしてこちらが、バスルームとなってます。レインシャワーは特になさそうですね。はい、こんな感じで結構ねゆったりとした、はい、バスルームという感じになってます。こんな感じ、これ温度か、こういう感じですね。はい、でシャワーの方もこんな感じで、水圧も、はい、面白くなさそうですね。で備え付けとなっております。はい、これがねバスルームです。まあこのねライトなんかも非常に明るくていいですね。拡大鏡、はい、こんな感じです。そして奥進んでいただくとクローゼットがねこちらにドーンとあって、バスローブ、そしてアイロン台、はい、靴べらとセキュリティボックス、セーフティボックスがあって、はい、スリッパ、こういう感じですね。一般的なスリッパですね。この下は開かないのかな。でアイロンがあるという感じです。まあクローゼットも広くて非常にいいですね。で、右手の方には姿見のね鏡がドーンと置いてございます。はい、でさらに進んでいただきますと、こちらねゴミ箱とコンセントがねこのようにあって、エアコンのコントローラー、そしてお水イロハスですね。これは何だろう、チョコレート、いいですね、ありがとうございます。そしてねエスプレッソマシンがあって、ポーションは3種類、計4つございますね。でアイスペールと電気ケトル、はい、まあ、非常に使いやすそうな感じですね。で冷蔵庫、まあ、特にね入ってることはないですね。はい、でこちらの方にお砂糖とか紅茶、煎茶が置いてございます。湯飲み茶碗もね非常におしゃれな感じですね。ゴールドっぽい感じ、なんかオレンジなんですね。非常におしゃれ、かわいい。でコップと、はい、コーヒーカップとネスプレッソ、エスプレッソカップ、はい。なんでこう、あ、コーヒーカップって、そう、レイ君が思ってるコーヒーカップとは違うよ。くるくる回るやつ、これ割れちゃうからやめてください。ちっちゃいやつは、ちっちゃいやつはないよ。あった、よいしょ。はい、でこちらがね、ベッドとなっております。ここら辺もなんかねオレンジでいいですね。なんかエルメスとかで使われそうな感じの色合いですね。はい、で読書灯がねこういう感じでございます。で、マスター足元とベッド、室内入り口のねスイッチ類と、ここにねコンセントと USB-A がね一箇所ございます。はい、でお風呂とかはねこういう風に、まあ、閉めていただくこともね可能という風になってますね。はい、で反対サイドが、まあ、同じような感じですね。こちら読書灯があって、マスター足元とベッド、室内入り口のコントローラーがございます。でこちらがコンセントがね2箇所、こっちには USB-A がないんですね。で電話機、はい。そしてこのソファーの感じはね非常にいいじゃないですか。もうレイ君がねフィットしてますね。どう、レイ君、このお部屋いい感じ？ね、クッションなんかもいいですね。何よりねこのテーブルが、非常に使いやすそうでいいなという感じです。でこちらにも電話機があって、はい、コンセントが2箇所と、はい、電話回線、LANケーブル、 HDMI がございますね。これは便利ですね。でテレビがこのようにあって、どうだろう、42インチとかそんな感じでしょうか。はい、で足元の方にはなんか入れ物がありますけど、特になんかあるわけじゃないですね。LANケーブル、そしてこちらがDVD プレイヤーですね。はい、まあ、こんな感じでございます。で、ちょっとね見づらいんですけれども、ちょっとね奥の方には見ていただくと、このようにねコートヤードがね見ていただくことができるんですけど、見えますでしょうかね。東京ベイなの、あれ、うん、はい、だって
ってさ、上が丸くなってるの。はい、こんな感じです。まあ、本日ね、こちらの、プレミアムエクゼクティブルームの方に、当日ね、さらにアサインいただきました。いかがでしょうか。はい、それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。速度の方出ました。ダウンロード下りが 18Mbps、 アップロード上りが 18Mbps、 Wi-Fi 速度が 163Mbps となってまして、インターネット速度はねそんなにやっぱ速くないかなといったところでございます。まあ、ただね今は LAN ケーブルでですね PC 接続させていただいてますので、おそらくライブはね安定してるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね、本日はこちら、はい、ヒルトン名古屋さんの方にお邪魔させていただいております。かなり久しぶり。前回もね、コートヤードさん泊まった時も、ご飯だけね、食べに来ただけで宿泊してなかったんですね。いや、かなり久しぶりです。で、今回のレートとしてはですね、ヒルトンプレミアムクラブジャパンのレートで、まあ、ボトムのお部屋でですね、まあ、約1万7千円ぐらい、税差込みで1万7千円ぐらいといったところです。で、アプリ上ではですね、エグゼクティブルーム、キングエグゼクティブルームにアサインいただいてたんですけども、チェックイン当日ですね、カウンターの方で、キングプレミアムエグゼクティブルームの方にアサインいただきました。ありがとうございます。なので、ラウンジが、ね、ある階に、アサインいただいてますので非常に、ね、便利かなというふうに思います。まあね、到着したのが、まあ、19時でしたからね、だいぶ遅くなりましたけども、今ね、20時回ってるところです。まあ、本当はねプールだったりとかもちょっと覗きたいなっていったところなんですけど、まあ、ちょっとねあの時間があればですね、まあ、今日なのか明日なのか、フィットネスだったりとかプールなんかもちょっと覗かせていただきたいなというふうに思っております。まあ、とりあえずねもう20時回ってますんで、レイ君寝かせて、明日はねあのティアドオートグラフコレクションさんが、開業ということで、まあ、全泊でですねこちらのヒルトン名古屋さんお邪魔させていただいてて、まあ、ヒルトンさんのね、滞在実績も獲得しておこうかなと、いったところです。まあ、久しぶりに来ましたけどね、やっぱりあの築年数っていうのは相応っていうのはね多少はありますけれども、全然現役、あのめちゃめちゃいい感じですね。はい、本当にね懐かしいですね。本当に私 YouTube 開始して一番最初に泊まったのがヒルトン東京ベイか、このヒルトン名古屋かっていうところでね動画を撮り始めたので、本当にね初々しい記憶が蘇ってきますね。はい、非常にいい感じです。まああの時もね多分プレミアムエクゼクティブまで行ってないんでしょう。エクゼクティブルームにね、ヒルトンのゴールドにもかかわらずアサインいただいて、同じようなね、お部屋で過ごした記憶があります。まあ今日はね、そんな思いも噛み締めながらね、ゆっくり過ごしていきたいなというふうに思います。はい。ということで、まあちょっとね、ゆっくりさせていただいた明日の朝食だったりとか、まあちょっとね、あの、時間あれば散策などもしていきたいなというふうに思います。ゆっくりさせていただきたいと思います。はい、おはようございます。いや、ぐっすり眠ることができました。朝ね7時前は雨降ってたんですけど、今8時回ってですね、かなりいい天気になりました。最高です。はい、ということでね、今日はティアドオートグラフコレクションさんが、まあ、開業ということで、そちらの方に、ね、向かっていきたいと思うんですけども、まあ、まずはその前に、ね、腹ごしらえということで、こちらのヒルトン名古屋さんの朝食ね食べに行きたいなというふうに思います。じゃあね、行ってまいります。はい、ということですね、こんな感じで持ってきました。種類がねめちゃめちゃ豊富でね、すごいなんかね、どれを持ってこようって悩んじゃうぐらいですね。はい、とりあえずねいただいていきたいと思います。はい、それではですね、こちらのね群馬カレーなんですけど、八丁味噌のカレーみたいなんですよね。おっ、確かに味噌カツとかもなんかご当地のものが結構あって、ね、嬉しいですね。まあ、ちょっとね試し進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。ではですね、こちらの7階のフィットネスセンターの方にねちょっと行ってみたいなと思います。
ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。やっぱりね、種類めちゃめちゃ豊富で、どれもね、お料理美味しい。はい。フィットネスなんかもですね、まあ、基本はね、撮影難しい状況なんですけど、ちらっとね、撮影ね、させていただくことができまして、まあ、プールはね、残念ながら人がもうだいぶ泳いでましたんでね、撮影することできませんでしたので、ジャグジーだけね、撮らせていただいたという感じでございます。はい。で久しぶりにですね、こちらヒルトン名古屋さんお邪魔させていただきましたけれども、めちゃめちゃね、なんだろうな、やっぱりね、落ち着くホテルですね。ちょっとレイク、危ないですよ。はい。気をつけて。はい。ということなので、まあちょっとね、準備を整えて、移動していきたいなというふうに思いますけど、やっぱりね、思い出深いホテルでよかった。またね、訪れたいですし、今度はね、ゆっくりちゃんとね、宿泊したいなというふうに思えるホテルでございます。まあ、もう言わずもがなですけどね、もう安定したね、やっぱりクオリティを出すホテルだなというふうに思いました。コスパもね、非常にいいんじゃないかなというふうに思いますので、皆さんもぜひね、お試しいただければなと思います。まあ、今回は、ボトムのお部屋でヒルトンプレミアムクラブジャパンを利用してですね、まあ、税差込みで1万7000円ぐらいという感じです。まあ残念ながらね、今日6月30日宿泊で、旅行支援使える日ではあったんですけども、枠がね、なかったということで利用することができませんでした。あとそれがね、使えたらクーポンももらえて1万4000円ぐらいでね、泊まれて最高だったんですけどね。まあでも、ここ最近のレートの中では非常にね、落ち着いてるレートじゃないかなというふうに思いますので、まあ納得のね、一泊でございました。はい。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、またね、ぜひ応援するつもりでもチャンネル登録と。ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。